の呪文はシャイニングハート、アイドルマジシャン中西里奈です。はい、今日はですね、私人生初めて眉毛アートをしてきました。はい、ということでね、いろいろ感想だったりをね、ちょっとお話ししていきたいなと思います。それでは動画スタート。はい、もうずーっとね、やりたくてやりたくてしょうがなくて、でまぁ、日本だと結構高いんですよ。まぁ、10万円とかして、でまぁ、2回ぐらいねやらなきゃいけないので、結構まぁ、お値段がね高めだなと思っていて、で韓国でやろうと思ってたんですね。でも韓国は今コロナの状況でちょっと今海外に行くの難しいなと思って諦めていたら、まぁ、友達が最近やったってことで、まぁ、紹介でお安くやっていただけるってことで、今回初めて行ってみたんですけれども、もうとにかく私はもう眉毛がない大使に任命されるぐらい眉毛がめちゃくちゃないんですよ。で、うちお母さんもそうなんですけど、とにかく眉毛が薄いのよ。本当にすっぴんがもう幸薄い女の子みたいな感じになっちゃって。はい、まずね、施術前に眉毛があるバージョンとないバージョンをね、撮っていただいたので、そちらをまずどうぞ。全くない状態でございます。はい、まずね、まあ、メイクした状態で行くんですね。で、普段はこういう眉毛でやってますみたいな感じでお姉さんにお見せして、でそっからちょっとこうずれてたりとか、まあ、黄金比を測っていただいて、そこでちょっと調整していただいて、そっからぬるま水を、まあ、10分15分ぐらい塗って放置しとくんですね。から施術がスタートするんですけれども、まあ痛くないって人もいれば、友達は痛いって言ってて、ちょっと結構緊張しながら行ったんですけど、やってみた感想的には全然痛くないですね。思った以上に痛くない感じです。なんかね、ちょっとこう鉛筆で眉毛を強めに描いてる感じ、文房具の鉛筆でこう眉毛をこうガッガッガッって描いてる感じぐらいで、まあ、若干ね、真ん中ら辺は痛いなーって感じるとこもあったんですけど、そこまで痛くないですね。女性で言うと、まあ、VIO とかの脱毛してる方多いと思うんですけど、あれよりはもう全然痛くないですね。で、まあ、やった後がちょっとヒリヒリとはするんですけど、まあ、傷がちょっとヒリヒリしてるぐらいの感じで、そこまで今もう3、4時間ぐらい経つんですけど、全然痛くないです。とにかく、まあ、ワセリンを塗ってくださいっていうことなので、もう保湿をとにかくしてくださいってことなので、まあこれから毎日ワセリンをちゃんと塗りながら、で時間がある時はワセリンを塗って、その後ラップでちょっと保湿というかパックみたいなのもしながら、やっぱ保湿しないとちょっと薄くはなってくるみたいなので、毎日これから保湿をしようと思ってるんですけど、まあ2回目ね、2回入れると割と色がちゃんとはっきりと入るらしいので、2回目を2週間後に、まあ、入れるかどうかはちょっと今考え中なんですけれども、お値段的には2回目まで入れたら5万ぐらいで、私はモニター価格でやらせていただく感じなので、本来だとまあ10万とか12万ぐらいかかるので、もう半分ぐらいの料金でやれるということで、すごく良心的だなと思って、もしねやりたいなって方がいたら、インスタで DM とかいただければ、ぜひ紹介させていただくので、よかったら言ってみてください。今こんな感じなんですけど、ちょっと今は濃いのかな、1回目だから濃いんですけど、まあ、2、3日ぐらい経つと薄くなってくるみたいなので、すごい楽ですね。で、終わった後は、まあ、お薬を塗っていただいて、ちょっともし気になる方は帽子をかぶって帰ってくださいって感じなんですけど、全然気にならないぐらいだし、全く赤くもないですね。本当やった直後はちょっと赤くなったんですけど、全然今3、4時間とか経ったら全然ですね。うん、いい感じ。ちょっと今若干濃いなぁとは思うんだけど、まあまあまあ全然許容範囲内かなっていう感じですね。すごい綺麗にやっていただきました。ありがとうございます。まあ、とにかくね、入れ墨なので、まあ、眉毛タトゥーとかって入れ墨になってしまうので、MRI がダメなところもあるんですけど、この眉毛タトゥーは OK ということで、まあ、それも良かったなと思って入れたんですけれども、
はい、眉毛タトゥーをしてから1週間が経ちました。まあ、こんな感じで1週間経つとね、割と薄くはなったんですけど、まあ、入れたての時が結構濃かったので、私はまあちょうどいいかなっていう感じですね。まあ、この上からまあパウダーのせたりだとか、まあ、眉マスカラをのせたりとかしてちょっとね、やったりはするんですけど、メイクの時は今すっぴんなので、まあ、ちょうどいいかなっていう感じですかね。はい、まあ、若干ところどころは薄くはなってるんですけど、まあ、2回目はね、まあやんなくてもいいかなって感じですね。まあ、相当薄くなったらやろうかなとは考えてるんですけど、うん、いい感じです。なんかすっぴんでも違和感ない感じでいいかなって思います。濃すぎるとちょっとすっぴんだと浮いちゃうんですけど、いい感じですね。すっぴんがね、もうマシになったので本当にやってよかったなって思います。で、毎日私は朝と夜このワセリンを塗って保湿をしています。やっぱね、保湿しないとどん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 薄くなってしまうらしいので、なるべくこのワセリンを塗って保湿をしております。まあ、夏おすすめなのは、まあ、眉毛アートとやっぱ前髪宿毛。うん、私はね、癖っ気なのですぐこう水とか湿気とかでもううねっちゃうんですよ、前髪が。なので前髪宿毛と、あとはまつげパーマ、まつエク。友達とかに水かけられたりとかするともう眉毛全く消えるんですよで、またね、書いて帰らなきゃいけなかったから、すごい時短になるなと思って、すごい楽ですね。夏はまた毎年入れたいなっていう感じで、この3つをやっとけば夏のデートでも完璧いけるぜって感じなんですけど、まあね、私は今年はね、海とかプールは行かないので、ちょっと前髪宿毛と松葉はまあやらなくていいかなって思ったんですけど、でもね、眉毛はすごい本当にメイクも時短になるし、お泊まりにも最適なので、ちょっとやってよかったなって思います。本当に思った以上に痛くなくてよかったです。あとは施術自体が多分15分とかで終わるぐらい早かったんですね。本当にね、眉毛がないことにすごい悩んでて、でやっぱそのね、こうお泊まりとかする時もすごい嫌だったんですね、眉毛がないことに。あとはこうちょっとね、こうどっか買い物に行くとかスーパーに行くってだけでもやっぱりね、こうちょっと眉毛があるだけで全然違うじゃないですか。ぜひぜひね、皆さん眉毛が私みたいにないなって悩んでる方はよかったらやってみてください。はい、ということでこの動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録、コメント欄にコメントお願いします。それではバイバーイ。 yeah, yeah, yeah.